ごめん、暑くなっちゃった。今こそ私の真の力を見せる時が来た。いや、たまにはこんな衣装も悪くないね。いつもと違って気分が違ってくるっていうか、ちょっと照れくさいけどね。いつもと違う衣装も悪くないけど、髪型とかアクセサリーとかを変えてみるのも面白いかもね。なんかいいアイディアがあったらぜひ教えてよ。今こそ私の真の力を見せる時が来た。まあとりあえずはこんなもんかな。あとは何をすれば強くなれるかな。みんな遅れないでよ。よく来てくれたね。これをあげるから何かに使ってよ。祝ってくれるのは嬉しいけど、そこにあるケーキって誰が作ったの？え、レナとナオちゃん？じゃあ安心だね。いただきます。で、今日の目的地は？結構歩いたね。でも楽しかったよ。この私に任せなって。お、ついに本気出してきたね。残念、出直しといで。さて、何があるかな。見つけた見つけた。逃げられると思わないでよ。ま、当然の結果ってとこだね。見込みが甘かったか。もらった。ほいさっと。こんな感じかい。楽しまなきゃ損でしょ。一気に畳みかけよう。恨みっこなしだからね。こっちも本気なんだからさ。なんでこんな奴らに。てて暗いすぎた。流れは悪くないね。結構もらっちゃったな。思ったより普通の場所だったので少し拍子抜けしちゃいました。これもお仕事の一環です。おやおや、今度は妙な真似を。そのパターンは見飽きましたよ。数が多すぎませんか。結構ハードな感じですよ。敵も意外にやりますね。結構楽しかったですよ。まだこんなところで諦めたりしませんよ。そらそら、追い込んで。こんなもんですか。少し落ち着きましょう。長丁場になりそうですね。私が一丁決めてやります。どうです、ざっとこんなもんです。その攻撃は卑怯です。あらら、乙女になんてことを。どうしましたか。息が上がってきました。一休みしますか。どうです、この衣装。自分で言うのもなんですが、結構いい感じですよね。こういう服、一度でいいから着てみたかったんですよね。やっぱり自分が気に入った服を身につけているとテンションも上がってきます。ちなみにこの服ってどこで仕入れてこられたんですか。え、ナオさんのお手製。彼女って本当何でもできるんですね。どうです、この衣装。自分で言うのもなんですが、結構いい感じですよね。成長できたのであれば何よりです。私はもっと強くなりますよ。準備完了。さて行きますか。お役に立つかどうかはともかく、ないよりはマシだと思いますよ。ありがとうございます。お姉のついでのお祝いなんて言ったら怒られちゃいそうですが、私のことも忘れないでいてくれて嬉しいです。そっちの方って滅多に人が足を踏み入れないところなんですけど。